こんにちは。令和六年七月二十五日からの大雨災害義援金にご協力をお願いします。令和六年七月二十五日からの大雨災害の義援金を次の通り受け付けています。金融機関はゆうちょ銀行。口座番号。零零一五零の四の三二五六四九。 口座名義は日本赤十字社振込手数料は郵町銀行郵便局窓口での取り扱いは無料です受領証を希望する場合通信欄に受領証希望と明記してください受付期間は12月27日までですお問い合わせは板見市地域高年福祉課 レイ七二七八四の八レ九九までお願いします。今回の痛みだよりスタートです。いつでも必要な時、必要なだけ。各家庭に届けられている水道水。 私たちが住む伊丹市で日々生活に欠かせない水道水を作り、市内全域に張り巡らされた水道管を整備し、維持管理しているのが伊丹市上下水道局です。伊丹市上下水道局では、市民サービスの向上と職員の業務効率化を図るために、今年度新たなデジタル技術を導入し、水道の dx に取り組み始めました。 そんな伊丹市の水道 D.X. についてご紹介いただこうと、伊丹市上下水道局水道課の山野井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはどんなデジタル技術が新たに導入されるのかご説明いただけますか。はい。今回導入するのは伊丹市上下水道局が管理する水道管から水道水が漏れ出す漏水を防ぐための技術と。 漏水していいるる箇所を早い段階でで見つつける技術の2つです具体的に1つ目が環境ビッグデータを活用して AI で診断する水道管路 AI 劣化予測診断2つ目は人工衛星から撮影した画像を解析して漏水箇所を特定する人工衛星画像を活用した広域漏水調査です。 やはり伊丹市上下水道局でも漏水というのは大きな課題になっているのでしょうかはい漏水するとせっかく作ったきれいな水がそれだけでなく水道というのは各家庭や事業所に水を送るためにポンプで圧力をかけているのですが漏水があるとそれだけポンプの圧力を上げなければならずエネルギーの無駄も発生します。 また交通障害や道路陥没などの二次災害が発生する恐れもありますですのでできるだけ漏水が起こらないように水道管の整備には日々力を入れて取り組んでいますはい板見市内全域に張り巡らされた水道管となりますと全ての状態を把握するのはかなり難しいものだと思います新たに導入する技術はどのように活用するものなのでしょうか 伊丹市上下水道局が管理するすべての水道管は、500km 以上にも及びます。しかも、地中に埋まっていて目で見えないため、漏水を事前に防いだり、見つけたりするのが難しいのが現状です。そのため、伊丹市上下水道局では、おおむね古い水道管から、毎年およそ 7km を新しい水道管に更新しています。 それでも全ての漏水を防ぐことはできず自然な漏水は起こってしまいます水道管が漏水する原因は土壌や地形水道管にかかる圧力など複雑な要因が絡み合っていて単に古くなったからというわけだけではありませんそこで漏水するリスクがある箇所を AI を使って確率的に診断しようというのが一つ目の技術水道管路 AI 劣化予測診断ですはい。 500キロ以上ある水道管から漏水が起こりそうな箇所を見つけ出すっていうのは気が遠くなりそうな話なんですが AI であれればそれがでできるのでしょうか、はい、AI が学習するのは板見市内のの水道管の情報これまでの伊丹市を含めた全国各地の漏水に関する情報これらに加えて人口土壌交通網などの環境ビッグデータを読み込ませて より高い精度で水道管の漏水確率のリスクを分析します。人間には把握できないぐらいの膨大なデータを総合的に評価・計算することで、これまで見逃してきていた漏水のリスクが高い場所を AI に示してもらおうという技術です。解析した後は、地図上にある水道管が漏水リスクごとに色分けされて目で見える形になります。はい。 地図に細かく示されることでえ取り替えた方が良い箇所が分かりやすくなりますよねはいこの診断をもとに水道管を更新する優先順位を検討することでこれまで以上に漏水を防げることを期待していますまたビッグデータの解析というのは情報が多く集まれば集まるほど診断の精度が上がるという特徴がありますこの技術はすでに全国の自治体で採用され始めており 様々な場所環境で漏水した事例を学習していますそういった他の地域で集められてきたデータも活用できるので今回導入するタイミングも良かったのではないかと思っています。はい、AI の進化でコンピューターを使ったさまざまな予測が立てられるようになりましたが水道管管の維持管理にも役立つ時代がやってきましたよねそれでは2つ目に取り組まれる水道 DX とはどんなものなのでしょうか 2、はい、つ目は人工衛星画像を活用した広域漏水調査とご紹介しましたがこれに従来通りの調による現場調査を組み合わせた取り組みになりま,すまず人工衛星画像を活用した広域漏水調査に関してですがこれは人工衛星で撮影した画像から伊丹市で発生している漏水の箇所を特定しようという取り組みです。 空の上から水が漏れている場所がわかるっていうのは、なんとも不思議な技術に思えるのですが、どのような仕組みでできるのでしょうか。はい。この技術では、人工衛星からのマイクロ波という電磁波を射出、その跳ね返りを撮影して得られた画像を使います。人工衛星からのマイクロ波は、地中3メートル程度までの状況を映し出しています。この中に水道水が混ざった土壌があれば、 水道水に含まれる塩素特有の反射特性として捉えることができるため漏水が疑われる箇所を抽出することにつながるという技術です普通の地面と水道水と土が混ざった場所の地面では電磁波を当てたときに違った反応が見られるということなんでしょうかはいその通りです水道水と土壌が混ざるということは水道管から水が漏れている可能性がありますので その周辺に漏水が起きていないかを調査する指針にしようということですただし今回の取り組みでは半径100メートルの範囲を一つのエリアとして調査する方法ですのでこれだけでは細かい漏水箇所を特定することはできませんはい。え、半径100メートルというのは範囲が少し広いですよね、えー、水道水が漏れている箇所を特定するにはさらに調査が必要ですよねはい。 そこで従来通りの手法である温床による現場調査を実施します。こちらの写真をご覧ください。温床というのは、専門的な知識と経験があるスタッフが地面の下の音を聞いて、水道管から漏水しているかどうかを調べる方法です。水道管が通っている道路を実際に歩きながら音を聞いて、ピンポイントで漏水箇所を特定します。 人工衛星からの画像を活用した新しい技術とえ従来の温床調,調査を組み合わせることでどういった効果が期待されますかはい、効果として期待できるのは半径100メートルの範囲であっても漏水の可能性を絞り込めるということですやはり目に見えない地面の下にある水道管から水が漏れていてもすぐに気づくのは難しいものがありますこの技術で得られた情報では 漏水の可能性が高いエリアと低いエリアが分かるので漏水の可能性が高いエリアを優先的に温調調査することで水道管の破損を早い段階でで見つけ出すすことができます、はいえまあ、早くに補修できればそれだけ水道水の無駄も減りますし調査の効率化にもつながるということですよね。ところで 人工衛星からの画像は広い範囲が映し出されますよね伊丹市以外の地域の情報も同時に分析できるのではないかと思いますが他の地域でも実施されるのでしょうかはい。実は今回の人工衛星画像を活用した広域漏水調査は伊丹市独自で行うものではありません兵庫県が実施するプロジェクトで県内の水道事業体と一緒に参加するという形になります その分、板見市上下水道局が負担する費用は少なくて済む、スケールメリットを生かした取り組みになります。なるほど。まあそういった機会を利用するのも調査の効率化の一つですねえ。ご紹介いただいた2つのデジタル技術は、水道事業のより良いサービスにもつながりそうですよね。はい。水道管路 AI 劣化予測診断と人工衛星画像を活用した広域漏水調査の導入、 そしてこれらと従来からの技術をうまく組み合わせることで業務の効率化や的確な調査補修を行い今後の水道サービスの向上にもつなげてていいこうと考えています、はい、今回は伊丹市上下水道局水道課山野井さんにお話を伺いましたありがとうございました。